ようのゾミビンは、中華民国の軍人。天軍の指導者の一人。初期の中国国民党を支えた軍指揮官でもある。字は正規。1909年、雲南陸軍工部堂に入学する。1911年10月の昆明19期議に、学生として革命派に参加した。その後、社南寺翼率いる円川天軍第一帝団に、 配属され、四川省へ出撃している。1912年、厚生工部堂に転落した。1913年の卒業後、厚生不評第三旅上上参謀に任命された。同年、厚生と特に列人氏による二次革命が勃発すると、革命派に加わったが、敗北した。その後、雲南省に戻って、天軍に加入し、昇進を重ねた。 1921年、中川天軍第一軍軍長古品鎮が雲南へ戻ると、その下に配属されていた、洋のぞみもこれに従い、雲南を支配していた、東次行に反旗を翻して、これを駆逐した。要は、第三度々町に任命されている。しかし1922年3月、小品鎮は、東次、行の反撃にあって戦死してしまう。 要は、高生省に中途にしていた、長海寿率いる天軍の元に逃れた。同年6月、孫文と陳慶明が決裂すると、長海寿は、陳の討伐のために、関東へ向かう。しかし、その途中の桂平で、要望便は朝から、軍の指揮権を奪い取った。孫文は要をそのまま西地、内逆軍天軍総司令に任命し、天軍の羽棄姿勢。 桂軍の流進官陳弘司栄と共に、陳慶明を撃破させた。1923年3月、孫文が、陸海軍大元水大本営を設置すると、要望み便は、中央直轄天軍総司令に任命された。同年7月、天軍は三個軍に改編され、要は、第一軍軍長兼越小変房ただし弁に任命された。 1924年1月の国民党第1回大会で中央執行委員に選出され、2月に中央直轄区域執行部中央執行委員に任命された。10月、建国天軍総司令に任命される。孫文史後の1925年3月、洋望美は北京政府から関東軍務方便に任命される。5月、東次行。 新京明、段気髄や香港総督など、反国民党勢力の支援を受けつつ、流進官らと共に、香港で反乱を計画し、広州で実行に移した。しかし、巨高里軍や候補軍官学校学生軍の反撃にあって敗北し、要は、香港へ逃げ帰った。この反乱により、要は、国民党から除名され、以後、要は、 軍政の部隊に復帰することはできなかった。その後、石膏省将校に偶拠した。日中戦争勃発後の1937年、昆明に移って、引き続き偶拠している。中華人民共和国成立後も雲南省に泊まり、雲南省政治協商会議員に選出され、中国国民党革命委員会にも加入した。1967年1月17日、 病没、去年82、ありがとうございます。